変身。だそのアパレル連動型の変身ベルトっていうのがすごい新鮮だなと思って、劇中に出てきたあのスニーカーがアマゾンで売ってるんですよね。こんな風に、ね、回していくわけですね手を。送料無料で5870円で買いました。おかしな宝箱って書いてありますね。いや可愛いですね、うん、イヤーパーツになってますね、うん、変身ベルトガブを安く買う方法なんですけども、変身。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーガブのデラックス変身ベルトガブですね。はい。後でね、近くで、うん、見せたり、あと手元でレビューしたりしたいと思うんですけど、まずは対面で変身手順のおさらいをしていきたいと思います。で僕はですね、50過ぎなんで、まあ仮面ライダーのコレクションって言っても昭和系がメインだったりするんですけどね、あと新仮面ライダーとか、うん、であと子供が小さい時にハマってた仮面ライダーファイズとかも好きですね。 CSM とかも持ってますけど、でなんで今回このね現行の仮面ライダー、うん、仮面ライダーガブに興味を持ったかっていうと、あの変身手順ですね、あのパーカーをジッパーをパーカーのジッパーを下ろすと変身ベルトが出てくるというね、そのシーケンスが結構気に入ったんですよね、うん、であのパーカーがプレ版からも発売されてるから、まあそのねあのシーンを完全に再現できるわけですよね。だからそのアパレル連動型の変身ベルトっていうのがすごい新鮮だなと思って興味を持ちました。うん、であのパーカーの他にもあの劇中に出てきたあのスニーカーがアマゾンで売ってるんですよね、うん、カラフルスニーカーで検索すると出てきます、うん、しかも安いですね、2000何百円とか。だからパーカーポチった人はあのスニーカーもポチるのがおすすめです、はい、では変身手順をおさらいしたいと思います。まずパーカーのジッパーを開くんですけど、まあ、まだ発売されてないんでこれは真似だけですね。そして上蓋を開きます。そしたらお地蔵を掲げてベロにセットします。でグミーってなるんで、その後に左手で閉じる。で音楽が鳴り始めたら右手でレバーを回して、で、この間にですね、この手の形がちょっとむずいんですけど、こんな風に、ね、回していくわけですね手を。そしてここで指鉄砲の形を作って目の前まで持ってくると、で変身となるわけですね。でこんなポーズをとって、これで変身完了ですね、うん、ではこのねおさらいを踏まえてもう一度変身動画をご覧ください。変身。はい、近くで基本的な遊び方をお見せしたいと思います。とサウンドの邪魔にならないように遊んでるときは無言になります。でまずは変身からですね。
はい、これが変身ですね。次に必殺技をやってみたいと思います。はい、これが必殺技ですね。はい、で、外すときにはこう蓋を完全に上げるとベロが出てきます。で、これで取り外すと、うん、で、ご地蔵はこうね、縮めることができます。で、この状態でご地蔵セットしてない状態で回すと咀嚼音だとなりますね。あとスイッチを押すとグーグーっとお腹空いたようなね、音が出ますね。はい、以上が基本的な遊び方でした。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーガブデラックス変身ベルトガブですね。はい、こちらね、めっちゃ安く買えたんですけど、送料無料で5870円で買えました。相場に比べてだいぶ安いと思うんですけど、なんかね、ショップが勘違いして値下げしちゃってるみたいな感じだと思うんですけど、まあその辺の経緯とか、あとどこで買えるとか、まあ安く買う方法とか後で説明したいと思います。でね、僕普段はこの現行の仮面ライダーとかあんまり追ってないんですけど、なんで今回ね、こっちのこのガブをね、買う気になったかっていうと、これなんですよね。パーカーですね。この主人公のショーマが着てるパーカーが商品化されてるんですよね。うん。で、これね、ジッパーを開くと、こう、お腹が出てきて、このね、変身ベルトガブが出てくるというね、うん、プロセスなんですよね。うん。で、今までの仮面ライダーは、このベルトに関しては、あらかじめ巻いておかなきゃいけないわけですね。だから、ベルトが出現したりするシーンとか、そういうのは再現できないし、あと、まあ、ファイズのファイズギアとかも、まあ、ガチャってこう腰に巻くシーンとか、ああいうのを再現できないわけですよね。ところが、このね、このパーカーだと、このジッパー開くとベルトが出てくるっていうことなんで、まあ、変身シーンを完全に再現できるわけですよね。僕はそこがね、すごい画期的だなと思って、今回こちらの変身ベルトを購入しました。もちろん、このショーマのパーカーも買いました。これかな、この水色のやつを買いました。はい、でベルトを結構安く買えたんですけど、特典までついてきました。結構立派な特典ですよね。めっちゃお買い得でした。うん、これはあれかな、先着順で配ってるやつなのかな。うん、でこのクリアパープルのソフビと、あのクーガーのご地蔵ですね。おかしな宝箱って書いてありますね。うん、中身開けると、うん、こんな感じでね、ソフビと、これソフビですね、クリアパープル、あとゴジ、クーガゴチ像が入ってますね。でもあれかな、そんなに僕コレクターな、全部コレクションする気もないんで、この辺は、うん、手放しちゃうかもしれないですね。うん、では開けていきたいと思います。セット内容はこちら、ガブ本体とベルト一式と、あとポッピングみご地蔵ですね。はい、では遊んでいきたいと思います。では電池をセットしますか。はい、スイッチオン。おお、起動音が鳴りました。ではポッピングみごち像から見てきますか。いや、かわいいですね。うん、ジューシーテイストって書いてありますね。でここ横を押すとこう開くと、いや、かわいい。
手がね出てきますね。これクリアパーツになってますね、うん、いいですね。で、こちらガウ本体なんですけど、これはデザインが完全にあれですよね、獅子舞ですよね、うん、この口の牙とか、ここも口牙なのかな、で耳があってね、うん、いや面白いデザインですね。はい、では遊んでいきたいと思います。まずはスイッチオン。はい、これが変身の遊びですね。続いて必殺技ですね。こちら回転。で取り外すときは上蓋を開けるとこうベロが出てくるわけですね。そしてご地蔵を取り外します。はい、これで取り外せました。そしてこのご地蔵を外した状態で遊ぶとこんな感じですね。このハンドル回すと咀嚼音だけ鳴ります。そしてボタンを押すと、うん、お腹空いてるみたいなね、そういう音がします。でベルトの方はまあそのままだと負けないんで、あの他のデラックス変身ベルトから取り出したもので延長しました。はい、変身ベルトガブを安く買う方法なんですけども、こちらですね、楽天市場ですね。はい、変身ベルトガブで検索するとこのようにですね、すごい激安なの出てくるんですよね、5980円、すごい安いなとこう開いてみると、これね、5908円から1万340円ってなってるんですね。これは引っ掛けなんですよ、これ。ガブは7920円で結構高いんですよね。で、ご地蔵ホルダーセットは1万円。で、5908円は何かっていうと、このガッチャードライバーですね。これ古いやつと新しいやつを混ぜて売ってるんですよ。だから結構ね、悪質な、ちょっと出品だと思うんですけどね。うん。で、このね、その他にこの6270円っていうのがあるんですけど、これ多分ね、前のやつにこれ釣られて安くしちゃってるんじゃないかなと思うんですよね。で、こっちはどうなってるかっていうと、はい、ちゃんと変身ベルトガブですね。で、ホルダーセットは売り切れになってますね。これはめちゃめちゃ安いと思うんですけど、あとね、これちょっと今出てきてないですけど、400円クーポン配布中なんですよ。あのログインすれば多分出てくるんじゃないかと思うんですけど、だから5870円で買えます。これめちゃめちゃお買い得ですね。うん、このお店は楽天24ベビー館ですね。はい、ただこれね、他の商品アクションフィギュアとかは全然高いんで、多分ね、このやっぱり検索でこの5980円って出てきちゃってるんで、これにつられて安くしてんじゃないかと思うんですよ。だからね、もうクーポンも含めて、これね、今のうちにこれ買うのがね、おすすめですね。はい。はい、今回はデラックス変身ベルトガブの紹介でした。またねー。変身。